柳本さん、今飲みたいものとかあります？本当ビールって飲んだことないよ。この4、5年。その4、5年前は仕事やってたから。あ、仕事終わり飲んでた。ああ、そうそう。あ、そっからもうこういう生活になってから飲んでないんですか？飲みたくないですか？飲みたいよ。飲みに行きます？あ、いいね。本当に？ラッキー。じゃあビール飲みきますか？うん。行こう行こう。到着しました。なんか食べるとこあるの？ビールってどういう時が美味しいですか？それは仕事終わった時とかさ、運動した後の一杯とか、それが一番美味しいよね。そうですよね。5年ぶりのビールだったらどうせなら最高の一杯にしたくないですか？まあしたいけどさ、5年ぶりのビール最高の一杯にするために今から運動しましょう。え？じゃあまずあの1本目の電柱触ってこっち戻ってきてください。あ、それでいいの？じゃあナモさん、最高のビール向けて運動開始で、よーいスタート。これじゃやっぱり美味しいビールにはなんないな。あら、いいっすね。もう一回行くか。もう一回行きましょう、うん、じゃあもう一回行くわ。よーいドン。どうですか？はあ、当たんないな、やっぱりな。もう一回行くか。やめた。すごいな、67歳。よっしゃ。どうだろう、ナモさん。今3本やったんですけど、3本って切り悪くないですか？え、お前日本はさ、8っていうのセーレ狩りでいいって言うけど、じゃあ8本いくの？あと5本。あと5本いいやん。よーいドン。長い、全然長いんだよ。結構ちょっとやったらあるんだ。あと次に取らんだろうな。おまけでこの後ビーフ飲んだら、いや、やばいな。はい、あと2本。まだいいのかよ。いや、最高の一杯にしましょう。はい、最高の一杯がメイドの値上げになるか分からない。よいしょ。いや、あったまったわ。ナモさん、ちょっと申し訳ないですけど、あのビール買ってくるの忘れたんで、買ってくるんで、うん、あの自分が買ってくるまでジャンプしててもらっていいですか？バカなこと絶対ない。やばいですか？ちゃんとやってました？これ何の意味があるんや、これ。すみません、ちょっとビール見つからなくて15分ぐらいずっとジャンプさせてたんですけど、大丈夫ですか？大変やろ、おるやで。母さん、お疲れ様でした。ええ、なんとも疲れだよ。これあ、買ってきてくれたんだ、わざわざ。ジョッキも買ってきたんで。なんと、これ小ジョッキだ。間違った。ごめんなさい。これのエビス美味しいんだよな、これ。いくよ。言い方覚えろ。一旦泡待ちますか？いや、これが泡がいい。じゃあ飲むよ。はい。いや、一回ここに来たよ、超ジョッキなのに。いかがですか、5年ぶりの。くわ、やっぱ運動の後とか仕事の後のビールとか、やっぱり格別だからね。いや、美味しいわ。もう一回いい？さっきだよ、右手で飲んだ、今度は左手で。よいしょ。
なくなっちゃいますよ、5年ぶりのビールも。いいよ、これを今日はこの飲んだことを余裕を浸して。あ、じゃあこのビールそれでいいですか。あ、大丈夫。運動後の5年ぶりのビールどうでしょう。疲れるよね、ビール飲んでた。だから今日はぐっすり眠れると思うんだけど、なんだか知らないけど鼻水です。じゃあ山さん、これ一応もう一本買ってきたんですけど、うん、もうそれ一杯でいいって言ってたんで。いや、でもさ、今日はこれで一杯でいいんだけど、うん、やっぱほら、あと飲みたいじゃん。おう、うん、今日ダメだよ、持って帰っちゃう。え、じゃあこれ、ジョッキもこれあげるんで。消毒器だもんな。以上、あのコップとして使ってください。多分拭いた、これ。さっきの消毒器使う？水洗いしました。え？